宮舘涼太についてジャーニーさんが話すみたい。私は純喫茶に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとゆたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。芸能界で今流行っているあれ知ってる？あれ？何のこと？皆目見当がつかないんだけど。やだ、芸能界にいるのに知らないの？いや、知ってるかもしれないから、そのあれを教えてよ。心外だわ。もしかしてバレないために白を切っているの？とりあえず何の話をしているのか教えてよ。話が前に進まないよ。ゆうを信じて今回だけは教えてあげるわ。信じてくれてありがとう。で、何？レッドブルーとバファリンを一錠溶かして飲むとかなりハイになる話よ。え、そうなの？知らないよ。嘘。スノーマンの宮舘から話が回ってこなかった？伊達様から来てないけど、話は回してもらわなくても自分でできるよ。レッドブルーとバファリンなら黄金率があって、それを知っているのは宮舘だけなのよ。じゃあ伊達様はいつもハイになっているんだね。そうよ。スノーマンの収録ではいつも引用してるんだけど、あまりにもおかしなテンションだからみんな心配してるんだけどね。レッドブルーとバファリンなら合法なの？宮舘はレッドブルーの飲みすぎで、ダンス中はいつも目が血走ってるんだよ。合法ならいいって問題じゃなくて、モラルの問題だよね。私も一度やってみたんだけど、気分が良すぎてずっと松潤と岩本の写真を見てオナニーしたわ。誰にも迷惑かけていないのは素晴らしいね。今度からそれで欲求を満たしなよ。